通りすがりの知らない人にブスと言われました。気にするだけ無駄だと思うのですが、しかしムカつくしちょっと傷つきました。そういうことを言う人は何か満たされてないんでしょうか。どう気持ちを切り替えたらいいのでしょうか。こういった、まあ、状況これに合うとみんな当惑すると思うんですが、しかしですね、一つ面白いのは同じようなこう経験してもですね、人によってそれをどう解釈するかとは非常に違ってきます。これはあの心理学では認知行動療法と言われているんですが、まあ、自分の方その友人が今日朝会った時、自分の方を向いてでちょっとしかめっ面をして何も言わずに去っていってしまった。その時にある人はこの人今日調子悪いのかなと思う、ある人は自分何か悪いことしたのかなって思う、ある人はまた別にそうでもない別のパターンの反応するですね。何か同じこと起こっても同じことでも人によってそれをどう解釈するか違う。でその解釈があの否定的になってしまうとですね、否定的になってしまうと自分のストレスになっちゃうと思うんです。まあ、だからそのブスと言われたけど何かそういう異常なことを見知らぬ人にやるということはその人があの相当自分の中で何か持ってるんだろう、そういうふうに考えることはですね、自分を傷つくことから守る一つの反応だし、でこの中の質問にそういうことを言う人は何かが満たされてないのでしょうかということが書かれてますから、あのそういうその解釈は非常に重要だと思います。まあ、大体ね普通落ち着いて考えると見知らぬ人にバーッと言ってきてブスっていうことはもうちょっとメンタルにおかしいわけですね。それが一時的におかしいのか、まあ、恒常的におかしくて病気なのか別にして、そういった相手の方を、まあ、ある意味では心配してあげるというとおかしいですから、相手の方に原因があるとしっかり解釈する方が自分に残らないものにはなると思います。まあ、簡単に言うと要するにちょっとその何かで犬にわーっと吠えられたというぐらいに捉えればですね、残らないということは確かだと思いますね。ただそういうような感じで落ち着いて捉えられるようになるともうちょっと深い分析がですねこの人にできるかもしれないですね。通りすがりの知らない人にブスと言われましたという話はですね、私も聞いたことがあるんですけど、その言われた人はですね、実はブスじゃないんですよ。どちらかというと容姿がいいということは妬みで言ったのかなと。で自分の知ってる自分の妬みの対象の容姿の良い人と似ててですねその愚痴でですねバッと出ちゃったと、そういうことも考えられると思うんですよ。だからまあそういうふうに落ち着いてこう考えてみたりするとこういった突破口これが出てくるかなと思いますし、まあ、このご質問された方の容姿自体を見たことはないんですけども、しかし私が知ってるこれと非常に似たようなケースでは決して容姿が悪い人じゃなくてむしろいい人で、それがいきなりこう言われてっていうような話です。ただですねその時に私の知り合いで何をやったかっていうとですね、実際ですねその人につかつかつかって言ってですね、あんたなんて失礼なこと言うのって言ったわけですね。でその前に一幕あってですね、何かとその子行った子がですね去っていくとですねその母親これがいたそうなんです。でその子自体に関しては何も言うつもりはなかったけど母親がいるってことが分かって、母親がいるってのを見つけたその人はカッとなってですね、母親にあなたどういう教育してるんだって言い始めたそういうことがあったと。まあそういう話もありましたけど、まあこういう問題ってなんかそういった他人の経験とかそういった心理学的な知識を合わせるとなんかこう一種どっかで自分が今の社会をその一端でもその心の働きみたいなの心理的な現象みたいなものそれを学べる貴重な機会なのかなと、そういうふうにも思えると思うんですね。何かそれで自分が失うんじゃなくて何かこうちょっと嫌な気分はしたけど何かこうなんか学べる機会なんて何かこう得したかもしれないというふうに思えるようになれば、まあ、心は安定するかなと思います。こう複雑な多面的な社会にこれになってきましたんで、そういった形で
自分の心をこう前向きに安定させる、いろんな知恵とか知識とかね、学んでおいた方がいいかもしれませんね。あの通りすがりの人、同僚の人、その学友の人、まあ最近はあの自粛警察ってのあるじゃないですか。あの通りすがりの人にいきなり何だったっけな、あのマスクに対してですね、なんて言ったの、私の知り合いなんですけど、いきなり言われたと思うんですよ。なんていうのか、あのそんな派手なマスクって言って、で何を言いたかったっていうと、その派手なマスクはいわゆる不織布のマスクじゃなくて、いわゆるあの、予防率が低いと言われているその普通の布マスクかなんかだった。それであの気にならなかったみたいなんだけど、その反応の仕方がそれをそのまま指摘するんじゃなくて、なんか分かんないような感じの反応だったわけですよね。まあそうなってくると、建設的でも前向きでもないし、なんか自分の中のストレスでこういっぱいになってる中で、そういったコントロールできないあの行動を取ったのかなって感じもしますけど、あのそういうようなことがいろいろと起こっている社会のようです。ですからあなただけではありません。こういった体験をするのはっていうのは、まあ一つ覚えておくと得するかなと。